こんにちは、34歳サラリーママです。今回は5ヶ月放置した国産オクワガタの産卵セットからのシリーズになります。無事にね、羽化してきてくれました。6月の下旬に余ってた河原剤と2年目のオクワガタペアで産卵セットを組んでいて、産んでなさそうで5ヶ月放置して、でその後マットで飼育していたっていう子たちが無事に羽化してきました。マット交換は1回のみでどれくらい育ってるのかっていう感じですね。サイズはね、小さめの子が多いと思いますが、楽しみにしていた子たちです。ではね、1匹目ですね。この子、最終体重は 12.2g でした。小ぶりですが、綺麗に羽化してくれました。やっぱりね、オオクワガタはかっこいいですよね。内視の位置は小ぶりなので、先端よりね、まあまあ頭側に寄ってますね。まだ若干のね、赤黒さがあるかなっていう感じです。この子のサイズは 57mm でした。産卵剤で5ヶ月からのマット飼育だとこのくらいのサイズになるっていう感じですかね。次、2匹目の子です。この子、最終体重は 13.7g でした。さっきの子より 1.5g 大きいですかね。なんとなく顎の根元が太いような気がしていたんですけど、この子のサイズ 56mm でした。さらにね、内視が頭側に寄っていて、まあ、ちょっと太く見えただけっていう感じですね。でこの子たちに使っていたマットはハワイアンビートルの J01 です。3匹目のこの子、最終体重は 14.9g でした。ちなみに親はオスが 69mm でメスが 43mm の子たちですね。で今期はマットで多頭飼育しているので、その子たちがどうなるかっていうのも楽しみにしていきたいと思います。この子のサイズは 58mm でした。この子たちはアンバランス血統アピューマの子たちで、顎が太くなるタイプの子たちですね。なんですけど、小さいのでね、特徴が分かるほどではないって感じですね。4匹目の子、最終体重は 15.3g でした。一応一番重かった子ですね。 60mm この子は行きました。みんな 50mm 台だと思ってたので結構嬉しいですね。まあ、最近羽化したては手に乗せてるので、この子たちも手に乗せていきたいと思います。ちっちゃくてもね、オオクワガタかっこいいですね。海外のクワガタの子たちも好きなんですけど、やっぱりね、国産オオクワガタ最高にかっこいいですね。国産オオクワガタめちゃくちゃおとなしいですね。まあ、羽化したてっていうのもあるんですけど、活動し始めてもハサミにはあまり来ないし、なんかこうかっこいいし可愛らしいんですよね、動きが。今期はたくさんオオクワガタ育てているので、来年ね、大きめの方のオオクワガタでこういう映像撮れたらなと思ってます。80ミリ超えてくれたら嬉しいんですけど、70ミリ台がうちだと大型ケットはいないので多くなるのかなと思ってます。体の大きさで内視の位置がね、全然変わってきますね。一番ちっちゃい子が一番頭側にあって、大きい子は先端に向かっていってるっていう感じです。今回一番小さかった 56mm と大きかった 60mm を並べるとこんな感じになります。
来週の位置ね、全然変わってきてるのが、まあ全然じゃないか、なんとなくわかるかなっていう気がします。せっかくなんでね、この子たちの兄弟、まあ、この子たちの親が1年目の時に産んだ子ですねと比較していきます。で、左が60ミリで右が80ミリですね。並べるとこんな感じ。内視の位置がね、大きくなれば大きくなるほど先端に向かうっていうのがわかるかなと思います。この子たち同じね、血統には見えないですよね。56ミリと80ミリはこんな感じになりますね。最初からこっちで見比べた方が違い分かりやすかったですね。もう明らかに内視の位置が違って面白いですね。サイズがでかくなっていくほど内視が先端に向かっていきます。羽化してきた子たちはしばらく定周管理で、まあ、定期的に霧吹きして管理していこうと思います。だいたい 2,3 ヶ月ぐらいで動き出すかなっていう感じですね。今回こんな感じで終わりたいと思います。オオクワガタちっちゃくてもかっこよくて最高でしたね。今期は禁止で多頭飼育だったり、マットでオオクワガタ多頭飼育動画にしていこうと思ってますので、よければチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。では終わります。